そういやですね、熊本県にも移動式オフィスが、導入されたんですよ。どうもですね、話によると結構住宅街とかで最近使われてるらしいですね。住宅街の裏道とか制限時速30キロのとことかで、まあいるわけじゃないですか。たまに50、60で走っちゃうような人が、でそういうのを捕まえるのに役立ってるらしいんですけど、まあ、私の知人の話によりますけど、まあ正直ですよ、ミルクロードに置いてみたら一網打尽じゃねえかと思うんですけどね。今ほら僕はここは前に車いるからですね、非常にゆっくり走っておりますけれども、やっぱついついスピード出ちゃう、道なんですね。最近すれ違ったバイクも多分90キロぐらい出てんじゃねえかな。なんでですね、まあ、こういうところに置くと、まあいろいろとなんだろう、ライダーからはすんごい恨まれるかもしれないですけど、はかどるんじゃないですかね。まあ、僕は安全運転推進派なんで、なんだろう、捕まえるには捕まえりゃええんじゃないのっていうタイプではあるんですけどね。まあ、だからよくツイッターで捕まりましたってあげる人がいるじゃないですか。で警察の文句言う人いるんですけど、まあいや捕まる運転してた方がいけないんじゃないっていうのが、まあ僕の正直なとこですね。なんでこう警察の文句言うんですかね。なんだろうなと思ってですね。いや結構ですね、ずるいことはしますよ。ネズミ捕りとかなんとかですね、まあ、ずるいと思うようなことしますし、なんでこんな道が30キロ制限なのとかっていうようなところでスピードを、まあオービスですね、移動式オービスとかで取り締まったりとかしたりもしてますけど、まあ、基本交通ルールって結構実はよくできてて、速度制限があるとことか、一時停止の場所とかって、まあ、単発で見たらそうでもないかもしれないですけど、道交法そのものの成り立ちとか、その車左側走行であることを考えたりとかするとですね、結構一時停止の位置とか標識の位置とか、なんでここがこういう速度制限があるのかとかって考えるとですね、結構よくできてるんですよね。本当面白いですよ。一時停止の位置なんかもですね、見通しが悪いところだとすんごい手前に来てあるじゃないですか。でこんなところで一時停止したって何もわからんやんっていうところに停止線があったりするんですけど、それってこう曲がってきたときにやっぱ回転半径を大きく取らないといけないから、それを当たらないようにですね、ちゃんと停止線って考えてあるんですよね。いやそういうのを考え出すとですね、交通ルールって結構ちゃんとできてんだなと。まあ厳しすぎる面はあるとは思いますけども、まあ、そういうのを考えると意外とこう自然とですね、交通ルールを守った運転になると思うので、一度考えてみられてはどうですかね。バイクと車、両方乗っておられる方で、さらに言えばもっと自転車など乗っておられる方、それぞれですね、自転車に乗ってる時、他自分 の運転するバイクや車がどれくらい邪魔かということをイメージしながら、まあ、逆も当然しっかりですね、バイクに乗ってる時車自転車、車に乗ってる時バイク自転車がどう邪魔かと、どういうことされたら嫌だっていうのは分かると思うんで、そういうのを考えながら運転するとかなりこうなんだろうな、安全なというか、安全だかという運転になるんじゃないかなと思います。まあグダグダとわけわかんないこと話しましたけど、まあですね、全部守れとは言えません。だけれども、そのポイントポイントの、交通ルールマナーというのはですね、しっかりと守ってですね、自分の命を守るためでもありますから、安全運転を心がけていただければなと思います。